おはようございます。衆議院議員の原口和弘です。2020年6月8日、朝のご挨拶、先ほど差別と戦うというところで中途で切れてしまいました。アジサイを見ながら少しお話をしたいと思います。差別って何で生まれるのか、差別をする心ってどこにあるのか。で、ごきげんよう。このアジサイ綺麗ですね。雨がで、こんな風に、ね、咲いてますね。で、ある国で、友人と旅してた時に受けた差別、イエローっていう言葉、肌の色、民族、宗教、国家、そしてその人の、出身、そういうもので差別をする言葉、いろんな差別がありますね。人間はどうして差別をするのか。で、この私が県会議員の時もですね、友人の結婚をお願いしようとしたらものすごく怒られました。それは日本に根強くある差別の問題でした。私はその人にこう言いました。あなたのその心と向き合ってください。あなたのが何を差別してるか、作られた、何百年も前に作られた理不尽なものをどうして今に引っ張っているのか、それを一緒に考えましょうということでですね、考えました。その友人は結局結婚することができまして、今も幸せな家庭を築いています。自分の力で、自分のことでですね、どうすることもできないもので、そのことをもって相手を責める、最も卑劣で避けるべきことですね。で、その差別の源泉はどこにあるかというと、自分の心の中の恐れにあるんですね。制度が作った恐れ、あるいは社会が作った恐れ、それが内在化しているもので、今回のブラックライブスマターというこの運動ですね、今までの運動をもういろんな人たちを超えてですね、で、パウエルさん、アメリカの国務長官をされた、私も何回かお会いをしたことがありますけども、彼はこのブラックライブスマダーでもう発言をされてますね。そして彼はトランプさんじゃなくてバイデンさんを応援するんだと宣言をしてますね。ゼネラルっていう彼は軍の湾岸戦争、イラク戦争、いろんなところで英雄と言われた人ですけども、実際にお会いをしてみるとですね、怒りを人に移さず、そして、人々をですね、あったかく包む方なんですね。私も友人のマーク・ベニオフさんのおかげでですね、ちょうど私の右隣にパウエルさん、左隣にウィル・アイアムさんが座っててですね、ウィルさんもすごく面白い人で、お前変な日本人、変なアメリカ語を話す、彼は関西弁を少し喋るんですね。で、人気のもうみんな解散してしまいましたけども、日本でものすごく人気のあったグループの人に教わったんだって言ってました。今でも時々彼とのやり取りっていうかな、すごいですよね、彼の音楽も。だからそういういろんなものを超えて、今蚊が手に留まりました。ここちょっとヤブ蚊がいるんで次へ行きますけども、乗り越えるっていうことがとても大事ですね。ブラックライブスマター、皆さんもぜひですね、参加をされてみてください。じゃあちょっと当初の
言わなきゃいけなかったことがもう一個あるので、バラで次はお願いします。失礼します。